あ、お願いします。お世話になります。お願いします。お世話になります。ソロで最初安井さんやっていただいて、1回かけて僕で1回やってかけてからアンコールなんですけど、それをあの2人でコラボでアンコールは次アンコールですね。そうですね。よろしくお願いします。すいません、お世話になります。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。ちょっと右ちょっと左でやろうか。腕自慢、腕自慢の選手権。別に勝手ですよね、僕は。それベストだし、勝手です。トレーニングの時と一緒で汗かきたくないですよ。汗かかない時の方が僕タンパするんですよね。汗が出だすとちょっとしぼんでくるから、はいはい、あんま好きじゃないです、はい、でもほとんどの方があれですよね、あったかくしたがります。熱くして汗かきた方がタンパするって言うんですよ、はい、僕逆で、はい、汗水が抜けていくとどんどん、あ、まあそうですよね、水分が抜けていく感じで張りがなくなってくるので、はい、ちょっとトイレ行ってきます。はい、緊張してお腹痛い、はい、お腹痛いですか。一応あの予定は18時にゲストということなんですけど、今45分前ですが、木澤選手はだいたいゲストどのぐらい前から準備されるんですか。ゲストはだいたい30分ぐらいですかね。ああ、うん、でもなんかゲストの時はあんまり準備ができちゃうともう休憩縮めてもう出ましょうっていうこっちから言う時もあるし、おベストな状態で出たいじゃないですか。はい、でも休憩縮めて出ましょうは、あのいわゆる例えばあの押してる時とかなんかはその方がいいじゃないですか、はい、あゲスト前にわざわざ5分とか でもあれですよね、結構あのその見てらっしゃる方々、はい、休憩ですって言われてどっか出てってゲスト急にやるってなると見てる人がちょっとびっくりしますよね。なんか言ってください。緊張してそれどころじゃないです。ああ、緊張、ゲストの方がそういえば前にあの、そうなんですよ、ゲストの方がねやっぱプレッシャー全然違いますよ。なんか期待されるんでね、選手だったらね別に期待されてても別にあるじゃないですか。なんだろう、仕事じゃないし、はい、それです。それは大会もね、ちゃんと出ないとダメですけど、はい、ゲストほどこうプレッシャーはないですよ、はい、大会の方が緊張しそうな感じするんですけど、そうじゃないんですよ、ね、違う緊張感ですよね。あ、違う緊張感。大会の時はなんかもっとこうなんか戦闘モードとか、はいはい、ね、敵とか、ええ、相手がいるんでね、はい、競技なんで、ゲストはなんかなんだろう、あれと似てます、人前で喋ったりとか、あ、はい、そういう時の緊張感。今日木澤選手はセミナー非常に多くやられますけど、
セミナーやられてる時に緊張してる感じ全然あ全然しないですよ。ですよね。じゃあ人前で喋る。いや、あの、なんすかね、はい、セミナーもいいんですけど、こうスピーチとかダメですね。あ、結婚式のスピーチとか。あ、ダメですね。喋ること決めて、はい、なんだろう、こうそれを通りに喋るっていうのが、セリフとか、はいはいはい、なんかね、こういう動画撮る時もセリフが決まってると途端に緊張して、はいはい、おかしくなっちゃう。ちゃんと喋らなくちゃいけないみたいな。そうそうそう、間違いっていうのがあるじゃないですか、はいはい、セリフっていうのは、はいはい、正解があるわけなんで、はい、ね、でもアドリブで何とでもなるんでセミナーは全然いいですけど、まあ、でもゲストってあのあれですよ、本当にゲストポーズ見て、はい、結構責任感あるっすね。あの責任重大で、それを見てボディビル始める若い子とかいるし、はい、結構いますよね。ゲストポーズ見てすごいと思って、うん、でしょ、はい、結構選手でも見ないですか、島田君だって。島田選手も、はい、鈴木選手のゲストを見て、はい、ああなりたいと思ってスイッチが入るとかね、はい、そういうきっかけになるんで、こう本当にこの業界の何てですかね、こうボディビルっていうのを広める、はい、一番のこう場所なんで、はい、いいコーナーですよね。中途半端な気持ちで、あと体も、はい、昔は本当にオフ丸出しの体でもやってましたけど、はい、最近はやっぱりそれなりのコンディションでやっていくようにはしてますけどね、はい、今日はあれですよね、非常にいい感じのコンディションに、まあ、そうですね、はい、ベストにしてはかなりいいですよ、ね、状態だと思いますね、はい、もう恥ずかしくはないですね、はいはい、しかも今日はあのご一緒にあのビキニ女王の安井友里選手も一緒にということ で、ね、今日来られてあのこのゲスト見られる観客の方は非常にラッキーだと思います、ね、まあ、そうですね、ボディービルと、ね、ビキニっていう両方見れるっていうのはね、しかも、ね、はい、スター選手ですかね、向こうは、はい、僕はただのおっさんですけど、あんまりそんなにない。それやるんですか今日。最初に出てってそのポーズ最初だったらみんなもうどうしていいか分からないで、笑ってくれないですよ、しかも。いや、万が一やって笑ってくれなかったらもうあとどきどきになるんですセリフを読みます。これはね、大会の時はダメですけど、ゲストの時は、うん、次の先生ナンバー39番。
メンズビキニ、メンズビキニ、チッペンデールクラス、マスターズ、メンズビキニマスターズ。川口さんいないよ。大丈夫ですか？ OK、ありがとうございます。そんだけですか？大丈夫です。はい。
田さん例のポーズお願いします。最近流行りの受けまして、まもなく再開いたしますので、ゲストコース、スタートいたしますので、皆様ご着席の方よろしくお願いいたします。ヘロス引っ張ってもらって始まる足前ですね。踏んじゃっていいですか。軽めに。もっと僕が引くときに力入れる。もっと僕が引くときに。腕をこうやらないとパンプしないよ。パンプする必要ないか、もうパンプしましたか。パンプしました。I earned